宇宙から地球を眺めてみると、そこには至る所に不思議な風景が。こりゃなんだ。番組ではそんな景色の正体を探る。今回調査するのはこの2つ。南米の大渓谷に現れた謎の模様、荒涼とした大地に描かれたものとは一体。何これ。そしてアフリカに出現した奇妙な点。どこまでも続く砂漠、砂丘の上で見たものとは。さあ着いた、見てください。衛星画像が捉えた謎に迫る。空から発見、こりゃなんだ。アーススキャナー。アーススキャナーのオペレーションルームへようこそ。あ、鈴木さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。楽しみにしてます。そして堀さんも、はい、よろしくお願いします。はい、堀と申します。よろしくお願いいたします。楽しみです。さて、今回調査する空から発見、はい、こりゃなんだな景色ですが、はい、僕はどうなってるんですか。僕のことは無視ですか、これは。あ、忘れてた。いや、もう画面上3人しか映ってないから忘れようないと思うんですけど。今回のゲスト、ビビる大木さんです。よろしくお願いします。まさか本当に忘れてたとは思いませんでしたよ。あれ、ビビルさん、何ですかその格好は。いや、何ですかって僕が聞きたいぐらいです、これ。それは絨毯ですか。いや、絨毯着てきたら衣装でやばいやじゃないですか、これ。着させておいてすいません。この格好が今回調査する場所に関係しているんです。あ、これ、はい、なんかポンチョのような。では早速、はい、衛星画像を見てみましょう。はい、今回も謎だらけの景色ですよ。堀さん、はい、お願いします。ではすごいね、このサイズ。ねえ、ぐるっと地球回って。え、どこ。南米ですね。そう、南米なのでポンチョを着てもらったんですよ。なるほど。さあ、近づいてきましたよ。南米の中の、おー、はい、お、え、何、山ね、渓谷のような。アンデス山脈ですね。これ町、人が住んでるようにも見えますが。お、人がいる。え、なんか、なんか絵がある。不思議な、二つのありません。いろいろありますよ。あ、本当だ。星とか、よく見ると。あ、本当だ。トランポリンってことはないでしょ。巨大トランポリン。巨大トランポリン、どうですか。これはトランポリンではないですね。ナスカのこの地上絵みたいな、なそういうね、はあ、有名な、ね、最近また見つかったって言ってたもんね。そうですよね、なんか。でも、うん、場所はアルゼンチンの北西部なんです。ほう、アルゼンチン。はい、アルゼンチンも地上絵があるんですか。ナスカの地上絵があるペルーとは、はい、1400キロも離れてるんですよ。あら、離れてるんですね。でもナスカの地上絵とかっていうのはあれですよね、宇宙と交信するみたいな、その、ね、宇宙人の、まあ、ムーの情報ですけど、そういうなんか、はい、うですよね。俺もそっち信じてる。いや、でもやっぱり南米は本当にそう、 UFO の目撃情報が多いって聞くんで、うん、本当に その昔から交信してたか、あるいは交信するために作ったか、うん、UFO との交信の場所ですか。宇宙との交信ですよ、だから、だいぶいい線いってますよ、皆さん。本当ですか。いいですか、堀さん。はい、ファイル A の1を開いてください。はい、これポンチョ脱いでもいい。着たまま。これ最後まででしょ。嘘。行きました。奇妙な図形の謎を探る出発地点は標高1100メートル、アンデス山脈の麓の町サルタ。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスから北西に1300キロです。さて、今回の案内人は。踊ってるよ、もう。陽気ですね。こんにちは、私はカリーナスレタ。語学の教師で踊ることが大好きなの。衛星画像の不思議な模様は私も知らないの。でもここから車で5時間のところらしいわ。さ、早速行きましょう。上がれるようなオープニングですよ。さすがだな。サルタから衛星画像の場所までおよそ80キロ。
険しいアンデス山脈の峠を越えたところに、ちょっと車止めて。 UFO の港、ほらやっぱ UFO。 お UFO 看板には UFO の港と書かれています。一体どういうことなんでしょうか。実は近くの村で聞き込みをした際、こんな不思議な証言がいくつも出てきたんです。丘の上の空に電車のようなものが見えたんだ。窓みたいなものは明るくて、急いでみんなを呼んだよ。空飛ぶ円盤のようなものを見たわ。遠かったけど近くまで来たかと思ったら空中で止まったのよ。マジで空飛ぶ円盤。相次ぐ UFO 目撃談。人口2600人の小さな村に一体何が起こっているのでしょうか。普通に見てんだね。そしてそのこととこの模様は関係あるのでしょうか。看板の近くで散歩する地元の人を発見。この模様知っていますか。これならあっちにありますよ。え、本当ですか。すぐ近くだよ、一緒に行こうか。本当ありがとう。地元の人に案内されて荒涼とした道を進むと、向こうに何か見えるわ。すぐそこだよ。ついに現場にたどり着いたようです。もう見えるんですか、うん、どれ、あの白いとこ。ここが UFO の港だよ。え、ここが。そうだよ。わあ、何これ、星が描かれてる。石、石なんですね。これが衛星画像の模様。ここに着陸するってこと。現地で UFO の港と呼ばれていた不思議な模様、見ると周りにも小さな模様がいくつも描かれています。一番大きな模様の直径はおよそ50メートル。ちゃんと作ったんだこれ。でもすごく完成度高いですよ ね、 ね、きっちり丸になってて綺麗。ずいぶん大きい。ここにも大きい石があるわ。すごく重そう。明らかに人工的に並べられた石。一体誰がこのような仕業を。そしてなぜ UFO の港なんでしょう。謎がたくさん。周囲で手がかりを探してみると奇妙なものが、うんうんうん、これは顔かしら。顔みたいですね。本当だ。目と鼻と口とあります。さらに手がかりがないかと見渡すとレンガ造りの建物が、うん、こんにちは。え、民家なのこれ、誰かいませんか。しかし一切返事はなく。入り口も星のマークになってますね、門は固く閉ざされていました。前は全身黒ずくめの男が住んでいたんだ。全身黒ずくめ。彼が UFO の港を作ったんだ。UFO の港は一体何のために。そしてこの模様を作った全身黒ずくめの男とは一体何者なんでしょうか。 UFO の港の周辺で聞き込み調査を実施。すると店か。 UFO の港を作った人を知っていますか。これはベルナードという男が作ったんだよ。ベルナードの写真なら持ってるよ。なんで写真持ってんのよ。ほらこれがベルナードだよ。どれ。あら、
噂通り全身黒ずくめの格好をしています。怪しいね。微笑んでるようにも見えますけど結構怖い、うん、怪しいよこれは、ね、彼は11年前 UFO の港を作るために来たんだ。石を一つ一つ運んで積んでいったんだ。そしてあの模様を作り始めたんだよ。なんとこの UFO の港と呼ばれる巨大な模様はベルナードという男がたった一人で作ったというんです。え、一人で？ベルナードだけでですか？でも彼は 4,5 年くらい前に何も言わずに消えてしまった。宇宙人にさらわれたんじゃないかって噂があったよ。あ、え？怪しい。消えてしまった。でもスレタだったら行方を知っているかもね。彼は有名な UFO の専門家だからね。UFO の港を作り忽然と姿を消したベルナード、そして UFO に精通するスレタという人物、二人はどんな関係なんでしょうか。早速その UFO 研究家の自宅を訪ねてみると、おやおや、これはもしや UFO？ ということはこれは宇宙人だとでも言うのでしょうか。これはちょっと近所で危ない評判の可能性ありますよ。スレタさん大丈夫かな。こんにちは。こんにちは。こちらが UFO の研究者だというアントニオ・スレタ氏。ここから外を見ていた時だ、向こうの丘からだんだんと大きく UFO が見えてきた。出会って早々 UFO の話を始めるスレタ氏、はい、探しているベルナードについて聞いてみると、ベルナードは宇宙人からメッセージを受け取ったんだってさ。来た。そしてあの UFO の港を作ったんだ。にわかには信じられない話。本人に詳しい話を聞きたいところですが、肝心のベルナードは？その後姿を消した。どこに行ったのかはわからないんだ。姿を消した。残念ながらスレタ氏もベルナードの行方については知りませんでした。消えた。スレタさんもわからないんですね。落胆する取材班。するとスレタ氏から驚きの提案が。俺も宇宙人とコンタクトを取れるんだ。宇宙人とコンタクトが取れる？確かめたいのならちょっと外に行ってみようか。え、呼んでくれんの？そんな気軽に。空が薄暗くなってきた夕方、一緒に UFO を待ってみることに。空綺麗だな。じゃあやってみようか。いつもは大抵来てくれるんだけどね。兄弟よ、友人たちが見ることができるように姿を見せてください。待つこと3時間。結構待ったね。お願いします。現れて。友よ、現れてくれたら感謝しますから。宇宙人も感謝だけじゃ出てこないでしょ。もう結局 UFO を見ることはできませんでした。あら、なんで。よかったんですね。 UFO の港の謎を解明する調査は振り出しに。絵になりますね。何やっても。そこで取材班は今回の件に関わりがありそうな情報をアルゼンチン全体に範囲を広げて調べてみることにしました。はい。すると、何これ。カリナさんが発見したのはニュースサイトのこの記事。その驚きのタイトルは。そういう見出しがあるってことこれ、ね、宇宙人の秘密基地。
続きは次のファイルで。さあ皆さん、スレタさんの話いかがでした？ちょっとスレタさんあれ、なんでみんな笑ってんですか？いやだってちょっとなんか軽く見せれるぜってやつやって、ね、て見られるんだねっておっしゃって、結果呼べなかったっていうだけのやつの VTR だったから3時間も4時間も、うん、いやでもね、スレタさんは、うん、宇宙人がいるという決定的証拠を持っているらしいんですよ。いやちょっとそれ本当にすごい話じゃないですか。でしょ、それがこれです、うん、ほら、何ですかこれね。スレタさん曰く、はい、宇宙人の化石なんだそうです。だんだん宇宙人に見えてきませんか？確かにもそう言われてみれば、プラス思考で言えばそうなりますよねではちょっとこちらをご覧ください。あの周辺で宇宙人を見たと主張する人が描いたイラストと比較すると似てませんか？左はスレタさん本人じゃないですよね。さっきね、ちょっとね、スレタさんが全身タイトを着た状態でちょっとね、うん、でもベルナンドさんの、はい、これ行方が気になりますよね。あ、そうです、そうなのよ、うん、作った本人、うん、さっき、まあ、記事があったじゃないですか。それと関係あるんですかね、そのベルナードさんのね。え、最後にカリナさんが見つけたニュースサイトの記事ですよね。送りましたよ、どうぞ。これですね、うん、この不思議な丸い土地、うんうん、三日月のような形です。なんだこれ、ちょっとパカッとずらした感じ、うん、蓋を、つまりそうですね、うんうん、この丸い土地が宇宙人の基地や UFO の着陸跡じゃないかって噂が広まって南米中大騒ぎになったそうなんですよ、はい、これはこれで山の中なのかな、ね、ベルナードさんがまた移動して作ってる、あ、こっちの方がいいぞと聞いたと思ったらこちらに行ってるって。円作るの得意ですもんね、ベルナンドさんは。さあどうなんでしょう。でね、ここでは不思議なことが起こっているんです。出た出た出た、なんすか、なんですか。こちらをご覧ください。あ、あ、お、ほらほら、あ、これ同じところから撮ったんですよ。え、なんでなんで、これね、うん、実は動くんです。あ、これ何、蓋が浮いてるようにも見えるよ。この不思議な円形を調査している人がいたんですよ、うん、その人なら UFO の港についても何か知っているかもしれないと思って取材班が会ってきました。お、これちょっとすごいニュースだよ、うん、そうですね、これやばいぞ本当に。取材班は UFO の港から1300キロ離れたアルゼンチンの首都ブエノスアイレスへ、うん、高いですね。Hola. この人物が奇妙な地形を発見した映画プロデューサーのセルヒオ氏です。あれを見つけた時は興奮したよ。ああ、最初は宇宙から何か物体が落ちてきたんじゃないかって考えたんだよ。実はブエノスアイレス近郊で起きているという噂の超常現象のドキュメンタリーを制作しようとしていたんだ。その時衛星画像でこの地形を見つけたんだそうです。よく見つけたな。そしてこの不思議な現象を自分の目で確かめようと撮影に向かったそうなんです。その時の映像がこれだよ。現場は大湿原地帯。 GPS だけを頼りに進みます。なんかかっこいい、大変な、行くだけでも。そうですね、だんだんと狭くなる水路、うん、これから先はボートでは無理そうです、うんうん、すごいセットみたいだな。身長と同じくらいある藪の中を切り開く、伸びてるな。まるで人の立ち入りを拒んでいるかのようです。この先に本当に UFO の痕跡が。ああ、はまってしまった。大丈夫ね。歩き始めてすでに5時間。いやいや、もうジーパンびちょびちょじゃないですか
肘まで水浸しで、前は雑草で何も見えない。目的地まであと100メートルもないと思うんだけど、でもたどり着いてやるぜ。たくましいですね。よく行ったな。落ちないでよ、なんか穴に、ね。やった、たどり着いた。着いた。ここが衛星画像で見た不思議な円形の正体。どうなってるんですか。セルヒオ氏がたどり着いたのはこの部分。衛星画像で黒く見えていた部分は池でした。池。水深は1メートルくらい。周りに人の気配は全くありません。水の中を覗いてみると、円形の下の部分は水草の根でびっしり。まるでそこだけ何かに切り取られたかのよう。これが UFO の仕業なんでしょうか。不思議なことに島は浮いていたんだ。浮いている。浮いてる島が。そういえば衛星画像も円形の部分が動いていましたよね。そこよ問題は。この謎を解明するため、セルヒオ氏は映像をメディアに公開しました。すると南米中がUFO が作ったのではないかと大騒ぎに。しかし科学者たちからはこんな指摘が。雨季にたくさんの池ができる南米の湿原、乾季になるとその池が川と分離、その後池の中に生えた水草が風などによってぶつかりくっつきながら動くことで、このような円形の水草の島ができるというのです。自然現象ってこと？ちょっとこちらをご覧ください。自然にできた円形は南米各地でたくさん見られるといいます。でもセルヒオ氏はこの説に納得していません。そうした池は時間が経てば自然となくなってしまうはずだと言います。確かにこの辺りなんかは埋まっちゃっていますね。あるね。ところがかつての衛星画像によると、1980年以降にはすでにあいつは存在していたんだ。セルヒオ氏によると、この円形はなんと30年近くも変わらずに残っているというのです。しかもあの周辺ではUFO 出現だけじゃない。他にも不思議な出来事が何度も繰り返し繰り返し起きているんだ。この謎は私たちへの挑戦だと思うんだ。私たちへの挑戦、自然現象なのか、はたまたセルヒオ氏が言う不思議な現象なのか、興味は尽きません。最後にUFO の港について話しましたが、残念ながら有力な手がかりは得られませんでした。ベルナード情報なし。暗礁に乗り上げてしまった調査。しかしここでこの状況を打開するある情報がもたらされました。ほら、なんですって。ベルナードのインタビューが手に入るの？取材班は再び旅の出発地点サルタに戻ることに。訪ねたのはサルタ州最大の新聞社。こちらはダニエル記者です。3ヶ月前突如現れたベルナードのインタビューに成功したというのです。やった。その時の映像がこちら。ベルナードさん、一体どうしてこの UFO の港を作ろうとお考えになったのですか。まあ、11年くらい前のことだったかの。
この近くの村で不思議な光をわしは見たんじゃ。それから200回以上宇宙人からメッセージを受け取った。メッセージを受け取ったと主張するベルナード。その日から一つ一つ石を積み上げ、この模様を作り始めたといいます。じゃあ作れって言われたってこと？宇宙人たちは平和と愛の中で暮らしているそうじゃ。その象徴がこの模様なんだとか。平和と愛。この星の36ある白い先端は36本の腕だとも言える。この腕は地球を包み込み、その中が愛と平和で満たされてほしいというメッセージなんじゃ。おや、なんだか話が UFO とはずれてきたような。最後にベルナードは自らの正体を明かしました。え、あら、何者だ。わしは貧乏なアーティストさ。この作品は希望の星という名前じゃ。この作品は希望の星という名前じゃ。つまりこの模様は UFO の港ではなく希望の星というアート作品だったんですね。ちょっと、そんなのあり？いやでも一人でね、ベルナードさんが作った作品が衛星画像で見れるぐらいのサイズを一人で作ったってことは素晴らしいと思いますよ、それは。確かに、うん、だってあれだけのもの一人で作るなんて最初見た時誰も想像できなかったですよね。いや、そう、コツ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 ね。結局なんか俺は貧乏なアーティストだからなって言われちゃうと、でももう向こうの思うツボだったってことでしょ。ベルナードさん、なんかすごく純粋な人でしたよね、うん、なんか話してるの聞くと、ね、希望とか平和とか、あのメッセージはね、良かったですよね、うんうんうん、ベルナードさん曰く、うん、宇宙から見た地球は仲良く暮らさなきゃダメだよ、うん、そうなんですね、そんな揉めちゃダメだよって言ってるってことだよね、うん、手で守られてね。そうですね、うん、平和と愛だ、はい、うん、確かにそう考えると平和な VTR でしたね。そうですね、ちょっとその結局村の人たちが見たという UFO の正体は分かりませんでしたが、ベルナードさんは作品を希望の星と呼んでましたよね。でも、うん、ちょっとこちらの案内板には UFO の港と書かれているじゃないですか。はいはい、そうでしたね。これなんでだと思います？ベルナードさんが作品で作った結果、うん、UFO の出現が本当に増えてきたっていうことですかね。実はですね、はい、地元の人たちが勝手にあそこを UFO の港と呼び出したんだそうです、はいはいはい、そしたら村の役場も観光名所にしようと、うん、その名前を案内板にしたそうなんですよ、うんうん、確かに案内板ですねこれ、うんうん、こちらちょっと私ちょっと早いですけど失礼いたします。ごめんなさい。皆さん、はい、続いての空から発見、こりゃなんだな景色ですが、はい、早速こちらの衛星画像を見てください、はい、さあ、はどこに行きますでしょうか、うん、さあどこ行きますかね。アフリカ。アフリカですか。寄っていきますよ。サハラ砂漠の中ですか。何これ、黒い点々というか模様というか、うん、建物ではないのかな。形が整ってはいない。そうですね、いろんなあのサイズがありますね。でもなんかあんまり人工的な感じもしないような。そうですよね、ゴマみたいな感じパーって散らばってますね、うん、これがあるのは、はい、アフリカ最大の面積を有する国アルジェリアなんです、はいはい、アルジェリア。この景色を解き明かしていくためのヒントを差し上げましょう、はい、よいしょっと
おこ、お好み焼き、広島ちょうどこの間広島で食べました。美味しいんだよねこれ。どういうこと、関係してる、お好み焼きがヒント、砂漠の下に麺があるとかそういうことはないよね。これまさかの。お好み焼きといえば何使いますかね。青のり。青のり。小麦。小麦、まあ小麦も使いますね。これは違う。それでは皆さん、この景色の謎解きをするファイルを開いてもらいましょうか。はい、堀さん、はい、お願いします。お、食べました。砂漠に黒い点がいくつもある場所はアルジェリアの首都アルジェからサハラ砂漠を進むことおよそ900キロ、ティミムーンという町の近くにあります。今回我々を案内してくれるのは。皆さんこんにちは。空から見えた黒い点の秘密を紹介します。早速見に行きましょうか。カデールさんはツアー会社を経営、サハラ砂漠のことなら隅々まで何でも知っているスペシャリスト。プロですね。プロですね。褐色の大地が続くサハラは不毛の地を意味します。ほら砂丘が見えてきた。砂丘、うん、あれあれ、砂が道路に。この砂丘は風で移動して形を変えていくんだよ。この道もそのうち埋まってしまうよ。また道を作んなきゃいけないの。じゃ大変ですねこれ。ちょっとあそこに止めてくれ。見せたいものがある。ん？何？なんかある？あれ、ちょっとカデルさん、急にどこへ？これだよ。え？何これ？何？砂丘に飲み込まれた道路標識なんだ。あら、道路標識、うん、あの高さまで埋まったってことか。じゃあ、あ、すげえ、すごい、そんな現象があるんですね。あー、なんてこった。掘っても掘っても砂が崩れてくる。何の標識かというと、ラクダのマークだ。砂漠を走ること2日、ようやくティミムーンの町に到着。人口33,000、赤い土で作られた建物が多いことから赤いオアシスと呼ばれています。目的地へ急ぐため、ここからは砂丘地帯を走りショートカットすることに。走れるんだこういうとこ。さっそうと走り出した矢先。あ、止まっちゃったぞ。止まった。あら、スタックしちゃいました。どうすんの。勢いよかったけどな。いろいろやってみたものの、いろいろ方法があるんだね。そうですね。お、ちょっと降りたけど、はい、うん、埋まってるな。格闘すること2時間。ようやく抜けられました。カデールさん、これじゃあ時間をロスしただけですよ。本当だよ。砂の硬いところを走ったつもりだったけど、まさかハマっちゃうとはね。でも抜けられただろ。元気ですね。そう、常に。すごいな。ティミムーンから90キロ、衛星画像に映っていた場所はこの辺りだとか。あの砂丘の上から見えるはずだけど。これ登るのも大変そうだな。砂に足が取られますね。砂丘の上から何が見えるかはお楽しみに。うわー、え、うわ、なんじゃなんじゃ。さあ着いた、見てください。え、砂丘のくぼ地になんと木が。本当だ、木だ。たくさんあります。植物生えるの。砂丘の真ん中にオアシスさ。
この辺りはこういったオアシスがいっぱいあるんだよ。点々と見える木々は全てオアシス。はい、衛星画像に映った黒い点は砂漠に点在するオアシス群だったんです。では先ほどのお好み焼きの写真、オアシスとどんな関係があるのでしょうか。この青のりが木ですか。いやいや、青のりが木って確かに緑ではありますか。広島風お好み焼きを実は2オアシスと呼んでるとかね。はオアシス食べ行こう。お好み焼きはオアシス。もう続きを見ましょう。向こうに誰かがいる、行ってみよう。なんて綺麗なオアシスなんだ。大きな木はヤシだな。こんにちは。いやこんにちは。ここで現地ならではの挨拶が始まります。早口だな、二人揃ってずっと感謝してるよ。いいことだ。これはヤシの木だね。人が木の上で何かやっているよ。鈴なりになっていたのはナツメヤシの実。はい、今ちょうどナツメヤシを収穫しているんだ。これが我々の一番大きな収入源さ。収穫もできるの砂漠で。一つくれないか。味見がしたいんだ。ありがとう。ナツメヤシの実はビタミンとミネラルが豊富で、健康にも美容にもいいんだ。サハラでは神が授けた食べ物と呼ばれているんだ。神が授けたか。うん、キャラメルの味だ。そんな甘いの。おいしい。勘のいいビビルさんならもうお分かりですよね。あれですよ、あれ。あれって何？お好み焼き？お好み焼きの話？実はお好み焼きのこのソースにナツメヤシが使われているんです。そうなんですか。ソースに入ってるのあれ。このデーツがナツメヤシの実のこと。デーツ、独特の甘さはナツメヤシによるものだったんです。そうなんだ。なので現地でもお茶を飲むときに砂糖代わりにかじるのがお決まり。でもなぜ砂漠のど真ん中でヤシの木がこんなに育つんでしょうか。不思議です。砂を掘ればわかるさ。本当だ、湿っている。こんなにも砂のすぐ下は水分を含んだ層になってるんだ。これは井戸だね。5メートルも掘れば水が湧いてくるんだ。地下水があるの。サハラではヤシの木の下をジェナンと言うんだ。天国という意味だよ。ヤシの木の下はこのように小さな楽園なんだ。そう、このナツメヤシ実は砂漠の民にとってなくてはならないもの。ナツメヤシが育ち木陰ができるとオアシスは快適な環境になるといいます。おかげでほら砂漠でも野菜が育つんですよ。こっちはピーマン。はあ、このピーマンはもう食べ頃だね。ほらナスだよ。ナスもあんの。これはナイスなナスだ。
ナイスなナスだ。ダジャレあれ、ダジャレ？ダジャレ言ったの？さらに夏目ヤシの木陰でヤギも飼っています。ヤギは夏目ヤシが好きなんだ。今日は食べないんだな。全然来ないですね。でもロバは喜んで食べていました。たくさん食べてる。この辺りにはこうしたナツメヤシを育てるオアシスがおよそ2000カ所あり、1000人が暮らしています。暮らしてんだ。すごい。オアシスの端にある住居を訪ねてみると、天井はナツメヤシの木と葉っぱでできていました。さらに畑作業の休憩小屋もナツメヤシ製。中は涼しいね。涼しいんだ。いろんなところでナツメヤシが使われているよ。これから北アフリカの代表料理クスクスをご馳走になるよ。クスクス。うちの畑で採れた野菜がたくさん入った特製のクスクスさ。健康的ですね。そうですね。ヘルシーですね。ソースとオニオンの組み合わせが最高だね。おいしい。さらに飼っていたヤギの肉もトッピング。うわ、この豪華じゃないですか。ナツメヤシを食べさせているから肉が甘いんだ。おいしそう。ここの人たちはヤシの木のある畑から恵みを受け暮らしているんだ。そういうの感じるだろうね、これね、恵みを。サハラ砂漠で野菜取ってると思わなかった。そうです、いろんな驚きがありましたね。ナスって育つんです。ナスって世界共通のやつなんですか？ナイスなナスだからね。ちなみにですね、はい、カデールさんの車が砂にはまったでしょう。はい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 、あの時脱出に使ったのもナツメヤシの葉なんですよ。ナツメヤシどんだけピンチになったら全部ナツメヤシ。ナツメヤシに生かされてるっていう感じですね。そうですね。青のりっておっしゃいましたよね。はい、さっきほど。そのやっぱもうこれが青のりって言ったのが非常に。すみません。デーツです。デーツ。ちょっと緑で難しかったですね、このヒントも。いや、難しかったですよ。ね、夏目ヤシすごいですよね。ソースだったんですね。はい、さて鈴木さん、はいはいはい、いつも食べ物ちょうだいって言ってるじゃないですか。だから今回特別に用意しましたよ。よいしょっと。おお。夏目ヤシ？はるばるここまで。初めてですよ、ここで。現地のやつ？そうなんですよ。わ、ちょっと感激。さあ皆さん、思う存分召し上がってください。皮を剥く？あ、剥く。そのままでもいいですか？いいですよ。ブニュブニュしてる。柔らか、柔らか、柔らかめの。かじっちゃいます。お、キャラメルだ。ね？甘い。おしがきみたいな。うん、おしがきも似合う。おしがきみたいな。うん。メキソースにこれ入ってんだ、うん、ですね。でもこれだけで食べると本当になんかいいこう糖分補給っていうか、うんうん、いいおやつになります。このでも夏目ヤシはね、いつからお好み焼きのソースに。確かに最初からですか。これはですね、はい、1970年代に砂糖の価格が高騰したため、はい、代わりに使い始めたんだとか。ソースに粘り気が出てよかったんだ。ソースやだ、出た。ダジャレですね今の。でもナイスなナスあたりからおかしいな感じは。さてここでクイズです。ナツメヤシには食材や家の建材だけでなく、もう一つ大事な役割があるんですが、それは次のうちどれでしょう。1番剣、2番盾、
3番服。皆さん、はい、お一人ずつ答えとその理由を教えてください。はいはい、これで意外と服で行ってみようかな。服理由はどうして、あの自分の自宅を離れて仕事に行くとか、なんか作業しに行く時とかに、うんうん、もうほんとマジなし、ちょっとこうちょっとそこから食料にもなるぐらいの全部はさすがに食べられないかもしれないけど、ああ部分的にはちょっと食べれることもあるんだみたいな。堀さんは私もやっぱりちょっと服に惹かれてて、さっきから伺ってるともう夏目足を愛してる感じが伝わってくるので、うん、もうちょっと常に着ていたい、着ていたい、うん、夏目足と共に行動したい。売ってたら買いますか鈴木さんはどうですか。僕ですか、はい、剣ですかね。剣ですか、うん、これはまたどうして。これね、夏目足のね、あの木自体がね相当な強度を持ってるはずなんですよ。何に使うの剣。だから家を建てる時ですよ。なんか切ったりとか建材、夏目足をその建てる時に夏目足で、なるほどね、やっていく。では正解は次のファイルで。サハラ砂漠ではひとたび突風が吹くとこんなことに。あら、すごい砂嵐。うわ、こうなった場合建物に避難するか、はい、地面に伏せてひたすら風が弱まるのを待つしかありません。今まで伏せてるのは早いんですよ。砂嵐は時にオアシスも飲み込んでしまいます。砂に埋もれて見捨てられ放置されたままのオアシスです。ヤシの木が砂で埋もれてしまった。2,3 メートルくらいかな。こういう姿を見るのは辛いよ。大丈夫？この砂嵐からオアシスを守るため様々な対策が取られています。その現場に行ってみると、これはショベルカーです。オアシスに入り込んだ大量の砂を運んでいます。溜まりすぎた砂をこのショベルカーで 4,5 メートルほど取り除くんだそうだ。私の身長は180センチ、ここが2メートル以上あることがわかるでしょう。つまり2メートル以上掘り進めているんだ。この作業は何日もかかるそうだよ。さらに仕上げとして昔ながらのある方法で砂の侵入を食い止めるといいます。サイットさんの隣に住むアリさんについていくと、砂丘のてっぺんに着いた。何か埋まっているね。砂に埋まっているのはヤシの葉でできた柵です。実はこの柵を直したり新しくすることが砂嵐対策になるといいます。そこで使われるのがやっぱり夏目ヤシ。乾燥させたヤシの葉を使います。今まであった柵を補強することで砂丘は崩れないんだ。あ、これを人工的に作るってこと？風が吹くと柵に砂がたまり、徐々に砂丘が高くなっていく。砂丘が高くなると砂が畑まで降りてこなくなるんだ。はあ、これも生活の知恵だな。そうですね。この辺りでは常に東側から強い風が吹くといいます。つまりこういうこと。東側に砂丘を作ってその風下にオアシスを作るんだ、うん、風で運ばれた砂はヤシの葉の柵に当たって溜まっていき、砂丘はどんどん高くなる。するとオアシスには砂が入ってこなくなる。
その風下に新たな砂丘を作れば、飛んでくる砂はさらに減ることになるでしょう。だからオアシスは密集して作った方が風の被害は少なくて済むんだ。説明するのに最適な場所なんだ。わかりやすい。柵を作ることで砂がせき止められ、砂丘は高くなります。砂嵐からオアシスを守るためのいわば盾を作っているのです。はあ。つまりクイズの答えは2番の盾でした。盾か、そういうことか。ナツメヤシの葉で作るオアシスの盾。過酷な環境で暮らす人々の知恵と努力がこの風景を生んだんですね。でもやっぱあの地域はあれですね、砂との戦いというか。そうですね、砂と共に生きるって感じですよね。すごく大変そうでしたもんね。ちゃんとやっぱそういう苦しい自然環境も対処できる、対応できる知恵をやっぱりね、暮らしの中でちゃんと持ってるから。そうですね、すごいわやっぱり。ああいうのはナツメヤシのパワーすごいですね。もうありとあらゆる。そうですね、全部だよね。暮らしの全部中心にありますね、ナツメヤシが。ナツメヤシなかったらね、もう生きられない、成立しませんもんね。じゃあ皆さん、はい、ちょっとリベンジしませんか。はい、したい。もう一問、こちらのクイズはどうでしょう。さっきのよりも甘くはないですよ。気持ち悪い。なんか色が違うよね。本当に何これ。なんかタイルみたいな、ね、そう、昭和の風呂場のタイルこんな感じでしたよね。ばあちゃんで、ばあちゃんちの思い出す、ばあちゃんち。これはね、ナツメヤシと同じくらい砂漠の民にとって大切なものがここで手に入るそうです。大切なんですか。一体ここは何をしている場所なんでしょうか。はい、1番、とある採掘場。アバウトだな。とある2番、とある養殖場。養殖。3番、とある田んぼ。あー、なるほど。あー、分かりましたね、これ。え、分かりました。もう言っていいですか、僕。いいですよ。3番。3番、とある田んぼ。とある田んぼ。なぜ、なぜ、なぜ。クスクスを作った。クスクス。あ、さっき食事の。クスクスのなんか、ね、あれ、あるじゃないですか、はい、その材料。あー、あーって言っちゃったな。違うわ。3番じゃない。3番じゃねえな、俺先にも。 まさかシンキングタイムで1個潰れると思わなかった。じゃあ堀さんはどうですか。養殖場かな、かなと思ってます。なんかちょっと違う種類の魚をいろいろ養殖してるとか。なるほど。ビビルさんはどうですか。僕はじゃあ1番かな。とある採掘場、何か取って、はい、それこそそれを売ってお金にできるものが取れるんじゃないかな、うん、本当に、うん、暮らしのために、現金に変えられるものですね。なぜ砂漠から取れるんだっていうようなものがあるんじゃないの、うん、そうですね、それを現金に変えるね。ダイヤモンド、ダイヤモンドか、ダイヤモンド出ましたよ、ダイヤモンド。すごい、皆さん答えが出揃いましたね。はい、それでは正解を見てみましょう。カデールさんがやってきたのはティミムーンの郊外、白い大地です。ここ一面塩なんだよ。大昔サハラ砂漠は海だったんだ。海なの。そう、本当なの。この辺りの塩は自然に塊になっているから簡単に取れる。舐めてみるとしょっぱい。実はサハラ砂漠には各地で塩の取れるところがいくつもあるんです。そのことと先ほどのクイズの答えと関係しているんです。はいはい。え、どういうこと。衛星画像の場所はお隣の国ニジェール。あの模様は蜂の巣状に作られた無数の穴でした。その数はおよそ1500。
その穴に水を入れて、うん、足でかき混ぜています、はあ、かき混ぜると出てくるの？ね。そして数日間太陽光にさらすと、うん、出来上がるのは塩。浮かして。この辺りの水と土は塩分を多く含んでいます。それらを混ぜて塩分濃度を高め蒸発させて塩を作るのです。色の違いは塩分の濃度や含まれる鉄分などによるもの。宇宙から見えた昔の風呂場のタイルのような不思議な模様は砂漠に広がる塩田でした。つまり塩の田んぼということで、答えは3番のとある田んぼでした。正解は鈴木さん。僕当たるんですか？当たったの？なんか当たった感ないですね。全然嬉しくないんですけど、この感じの。だって塩を採掘するみたいな。これね、採掘場と塩田は違うんですね。違うの？岩塩を取り出す場合は採掘なんですが、ほらほら見てください。これ足で泥と水をかき混ぜ、さらに水をまいてるでしょ。わざわざ人が塩を作り出しているので塩田ということなんです。なるほど、すごい、うん、面白い、うん、すごい、驚きました、うん、でも冷静に考えると、はい、汗かくから一番貴重なやつは、うん、あの、ね、塩ですもんね。貴重な塩分がここで、うん、でね、この塩田はさっきの砂丘のオアシスとも関係があるんですよ。カデールさんが掘り出したこれ、はい、ラクダ注意の標識ですが、はいはいはい、実は塩とナツメヤシを運んだのがまさにこのラクダだったんです。サハラ砂漠の一部では昔からラクダのキャラバン隊が組まれています。昔はキャラバン隊がこのオアシスにもやってきて、ナツメヤシと引き換えにいろんなものを手に入れることができた。こうしたキャラバン隊の中継地としてオアシスは大きな役割を果たしてきたんです。ただこうしたオアシスの暮らしも変わりつつあるんです。オアシスの暮らしを守ろうという国の支援で、ここには25年前電気が来たんだ。それ以降電動ポンプが普及して新しいオアシスがどんどん増えているそうだよ。しかし変わらない点もあります。アリさんが息子さんに柵の修理を教えていると聞き行ってみました。ちょっといいかい？どうぞ見てってくれ。放課後は率先して手伝ってくれるそうです。オアシスでの仕事を少しずつ覚えて、この暮らしを守っていってほしいとアリさんは願っています。偉いな。ここで暮らすのは大変じゃないかい？大変だけど好きなんだ。好きなのね。楽しい。砂とのせめぎ合いを繰り返しながらたくましく生きる人々の姿がそこにありました。